佐藤澄香です。今から1分でできる肩の痛み解消法をお伝えします。肩の痛みもつらいですよね。もう日常生活も不便なことが多いと思います。で、特に今からお伝えする解消法はですね、こう例えばエプロンの紐を後ろで結ぶのがつらいであったり、こう運転席からこうちょっと後部座席のねお荷物をこう取るとき、あ、痛い、こんな風に腕を後ろに回すときにお辛い方に特に有効な方法です。で、こうなぜではその肩に痛みが出ているのかと言いますと、もうそれはこの腕の使いすぎから来てるんですね。なのでこの凝り固まってしまった腕の筋肉を緩めてあげることが解決策なんです。はい、それでは動きを説明していきます。まず右腕から、右腕を伸ばした状態から肘を曲げると、ちょうどこの曲げた場所に親指を置きます。そこから手首に向かってこの指1本分上に上げたこの位置を軽く押さえてください。この状態から右手首を30回回していきます。そしてこの動きが終わったら逆の左側もしていきましょう。では私と一緒にスタートです。はい、カウントします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。では左です。の一歩目ですね。はい、ではここからスタートです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、今お伝えした右と左の動きを1セットとして1日に1から3セットあなたのペースで続けていきましょう。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、もう繰り返し楽しく続けていてくださいね。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。